政治や社会を反権力の立場から鋭く批評したコラムニストの小田島隆、小田島隆さんが24日、病気のため死去した、65歳、葬儀は近親者のみで営む、東京都生まれ、早稲田大卒、食品メーカーを退社後、ラジオ局アシスタントディレクター、作詞家などを経験する、雑誌、噂の真相、2004年休刊、でコラムを連載し幅広い支持を得た。最近ではツイッターでも積極的に発言、19年に脳梗塞、拘束、を公表し、その後入退院を繰り返していた。今月、自身初の小説集、東京四次元紀行、を刊行したばかりだった。著書に、日本語を、取り戻す、小田島隆のコラムの切り口、超、反知性主義入門、など多数、ネットの反応、コロナ禍ただし、前は大忙し、コロナ禍後は仕事が激減し気持ちが折れそうになって、それまで何とか定期的に拝読していた日経 BP の小田島さんのコラムと疎遠になっていた。まさか、こんなに早く、確かに健康とは無縁の生活っぽかったけど、小田島さんの世相の切り口に、共感したり、考えさせられたり、でも、小田島さんの飾らない、おごらないコメントは安心だった。定期的なあった、同級生、岡さん、と、岡さんの弟さん、との対談は、実に面白かった。本当に残念。日経ビジネスのコラムくらいしか読んでなかったけど、よく組み立てられた文章、問題点との距離の取り方や視点の切り替えなど読んでいて楽しかった。スタンスがリベラルなので保守の政権に対する攻撃。的文章はエレガントではなかったかもしれないけど、それでもいい物書きさんだった。ご冥福をお祈りいたします。